はい、いつもありがとうございます。気候変動ナビゲーターのマーリオです。今日出したメルマガの反響がですね、2年ぐらいメルマガやってるんですけど、なんか一番レスポンスがあって密かにビビってるんですが、今日の課題はですね、考えると悩むの違いについて、この2つは似て非なるものなんだと。なので、あなたの考えるとは悩むとはっていうね、なんかそのメールをくださいっていうお願いをしたらですね、もう配信後からなんか続々とレスポンスがあって、で面白いなと思うのは、やっぱりみんないろんなものの見方をされてるんだなと、僕もね、勉強になりました。もちろんね、お題を出した僕には仮説というか、その2つを分けるその明確な違いっていうのはあるんですけどね。で、実はこのお題をくれた方に違うレポートをプレゼントっていうお約束をしてたんですけど、多くの方がその正解を教えてくれとか、僕の考えを教えてくれっていう、そのいただいたメールにですね、なんか要望というかリクエストがあってですね、急遽そのレポートにそれも追加して、週末企業家生合宿なんですけど、週末にはですねお送りしたいなと思ってるんですが、ここでちょっと生意気なんですけど、アドバイスというかが一つありまして、あらゆることに、今回もそうなんですけど、その正解を求める癖はなくした方がいいですよ。もうなくした方が、はい、っていうのは、多くの人はその約束とか保証がなければやらないとか、できればその正解を知って正解の通りに何かをやりたいと思うんですけど、僕たち起業家の世界って何の約束も保証もないことを、ちょっと言い換えると、そのリスクを追ってですね、そのやったとしても時間とお金を投資してもうまくいくかどうかわからないんだけど、当然うまくいくと思ってね、その、学びのサイクル、仮説を設計を立てて、テストをするわけなんですよね。でも、いや、その約束や保証、正解がないとやりたくないんだっていう、そのあり方でいると、なかなかね、その起業家としてお金を稼いでいくんだっていうポジションに行きませんので、それはね、1点だけ、正解を求めないっていうですね。ただこうやって、メルマガを、平日ね毎日出してるんですけど、それに対してそのレスポンス、行動を起こしてくれるっていう、その気持ちは本当に嬉しくて、僕の、YouTube 動画もそうなんですけどね、やっぱり最近本当にコメント、僕のお客さんたち中心なんですけど、コメントいただけるようになって本当に嬉しいなというか。で、今日たまたまね、その中のメンバーと東京で会ってたんですけど、ちなみに後ろに見えてるのはお台場レインボーブリッジですね。はい。で、いや、有吉さん、僕の方がお礼を言いたいんですよと、動画を拝見させてもらって、そのコメントをしようって決めた時に、やっぱりその学ぶことがたくさんいっぱいあるんだなんてね、かえって僕がお礼されちゃって恐縮で。で、ちなみにその彼からですね、これもらったんですよ。これクールシャンプー、これめちゃめちゃもうすっきりさっぱり、ずっとなんか気持ちいいですよ。あ、そうなんだ、分かった、俺これ使うわ。で、これってさ、どうやって使うのっていう、その使い方のレクチャーも受けたんですけど、僕普段ドライヤー使わないんですよね。その髪が長かった時も、今ぐらいの長さでも、もう髪の毛は、シャンプーで洗ってトリートメントして終わり。でも一切ドライヤーしない、もうタオルドライでビューってしてほったらかしなんですけど、だからもあるその髪いつも晴れてんですよとか言って、うるせえこの野郎って感じなんですが、これはその十分そのお湯で髪を濡らした後にこいつを使って頭を洗ったら、よくゆすいで、ドライヤーをかけないと意味がないらしいんですよね。すっきりさっぱりしないらしくて、だからもう3ステップですよね。お湯でたっぷりと頭をちょっとゆすいで、このシャンプーでシャンプーをしたら、でリンスは使わないんだと。で、上がったらそのドライヤーをするっていう、ちょっと早速やってみようと思ってるんですけど、はい、エヌ君ありがとうございました。はい、ということで、相変わらず今日の動画もぐたぐたなんですが、またコメントだったり質問だったりね、お待ちしてます。はい、ということで、久しぶりの動画なんですが、いつもありがとうございます。それではまた。